路線追加鉄道株式会社は、近鉄グループホールディングス参加の鉄道事業会社、近畿日本鉄道の子会社で、三重県西部を走る伊賀線の運営を行う鉄道会社である。2007年10月1日付で近鉄より伊賀線の運営を引き継いでいる。当初は近鉄グループホールディングスの連結会社であったが、事業形態の変更に伴い、2017年度より、 非連結会社に変更された。伊賀鉄道の名前は1922年の伊賀、戦前通時の運営会社名と同じで、1926年、伊賀電気鉄道に社名を変更してから81年ぶりに復活したことになる。社門は、親会社、近畿日本鉄道の社門の中央に、愛の文字を入れたものになっている。詳細は、伊賀鉄道伊賀線車両を、 参照2017年の公有民営方式以降後は全車両を伊賀市が保有し伊賀鉄道がそれを借り受けて運行している。2009年12月に導入した200系は伊賀鉄道が所有していたが近鉄時代から2012年まで伊賀線で運行していた860系はすべて近鉄の所有で伊賀鉄道はそれを借り受けて運行していた。 大人旅客運賃2019年10月1日改定企画乗車券、編集伊賀鉄道1日フリー乗車券、伊賀線全線が1日乗り放題となる。無人駅が多いため、降車時に、車内の車掌に提示する。以前は前売りも行っていたが、2020年4月1日より、当日分のみの発売となっている。発売額大人740円、発売場所伊賀神戸駅。 か山ま駅、上野の駅、その他の駅から乗車する場合は、車内で引換券を購入することとなる。この引換券は、前期3駅で乗車券と交換可能である。ユネスコ無形文化遺産登録記念入場券セット2017年4月16日より、三義鉄道、養老鉄道と共に三社沿線の祭りが、ユネスコ無形文化遺産に登録されたことを記念して、 発売している。接続駅となる伊賀神戸駅では、近鉄大阪線と伊賀線との連絡通路が閉鎖され、廃止した旧六番線後に新たに伊賀鉄道線への連絡通路が設置された。このため、伊賀鉄道線に乗り継ぐには、一旦近鉄線の改札を出なければならなくなった。また、新会社遺憾に関連してかどうかは不明であるが、 伊賀神戸駅の構内売店が9月末をもって廃止された。なお、大阪線と伊賀線の連絡通路は、朝のラッシュ時に限り学生及び定期券所持者専用の理解口として開放されている。ただし、近鉄から伊賀鉄道への乗り換えに限られており、伊賀鉄道から近鉄の場合は、通常通り改札を通る必要がある。伊賀鉄道の普通乗車券は、裏が、 白色のひじき加減に変更された。呪文には伊賀鉄道の社門が描かれている。ありがとうございます。